東日本大震災による津波で営んでいたパン屋を失った男性が先月鳴沢村でパン屋を再開しました。みんなが協力したからこのお店ができたんですよ。思いやりとか真心、それには僕は本当に脱帽ですね。友人の支えも受けながら新たなスタートを切った男性の思いをリポートします。続いては富士北陸のニュースや話題をお伝えする報道室だよりです。東日本大震災による津波で自宅と営んでいたパン屋を失った男性が先月鳴沢村でパン屋を再開しました。友人の支えも受けながら新たなスタートを切った男性の思いを取材しました。先月鳴沢村の国道沿いにオープンしたパン屋です。もみ殻の炭を使ったパンなど個性的なパンが並び、店内には独特の甘い香りが漂います。オーナーの後藤輝夫さん、宮城県気仙沼市の被災地から今年8月知人を頼って富士吉田市に避難してきました。こういうふうにね、今日はね、朝早くから仕込んでいいパンができると津波なんか全然頭にないね。やっぱりパンを焼く職人かなと思ってね。後藤さんは20年前、東京の家族と離れて宮城県気仙沼市に移り住み、念願だったパン屋を始めました。3月11日の東日本大震災、海から1キロ近く離れていたパン屋も津波に襲われ、後藤さんは20年かけて築き上げた全てを失いました。これからどうしようか、それだけでしたね。何もないですもん。何キロもあるオーブンがないんですから、あの重たい鉄の塊がないんですよ。大砲で打ち込まれたボロボロになった家っていう感じですね。食べ物もないし、あれどうなるのかな。その後後藤さんは避難所を転々とする日々が続きました。そんな後藤さんに声をかけたのが、20歳の頃からの友人で、富士吉田市に住む渡辺久則さんです。知人から借りた空き家を無償で提供し、パン屋を再開するよう勧めました。助け合いっていうか自然に出るんですよね、やっぱね。若い時の絆じゃないけど、救ってやったじゃなくて、来てもらったっていう感じだね。いい、そんだけいい人材だから。ね。ネットで電話番号見た、お互いね。後藤さんは気仙沼市で一緒に働いていた従業員2人も呼び寄せました。地元の人から洋服なども譲り受け、初めての土地での生活がスタートしました。腹減ったな。今日は何？今日は本当よ。本当。やっと。このお布団は全部 もらったやつ。これが寒いからね、寒いから、この布団いっぱい着て、ありがたいよ。空き家の改装も地元の人たちが無償で協力してくれました。パンを焼くオーブンなども知り合いから譲り受けました。みんなが協力したからこのお店ができたんですよ、正直言ってね。それ以上に目には見えないその思いやりとか真心、それには僕は本当に脱帽ですね。これ何グラム？20グラム。パン屋を始めて1ヶ月、後藤さんは感謝の思いを形にしようと考えました。何を作ろうかなと思います。
味噌のカステラ、まあシフォンケーキですね。地元特産の味噌を使った新商品の開発です。シフォンケーキにたっぷりの味噌を練り込みました。どうも、新商品を作ったから、ね、新しい味噌でできたやつだから、はい、ちょっとみんなで食べて。味噌はどこのなんですか？あの吉田、吉田の味噌だから。来て来て、うん、食べてみて。店の近くのレジャー施設で出来上がったケーキを試食してもらいました。どうよ、味噌、そのまま食べていいだよ。これ味噌使ってあるから。美味しい、味噌の味する、うん、いただきます。美味しかったです。なんか味噌の味、味噌の味するの？ちょ、よかった、味噌、味噌の味すると甘かったり、ちょっとしょっぱかったりとか。味噌ってあまり使ってるパンとかがないんで、ないからな、ちょっと飛びついちゃうかもしれないです。食べてる感じを見ると、これじゃあもっと食べたいなっていう顔して食べてますから、だ間違いないですね。後藤さんは近い将来、地元の特産品として新しい商品をインターネットでも販売したいと考えています。パンとケーキを作って全国に広めて、この場所を有名にすれば、山梨県にもこんなお菓子があるんだぞ、こういうパンがあるんだぞと、それがみんなのその恩返しかなと思って今頑張ってるところですね。震災で全てを失い、まさにゼロからのスタートを切った